おはようございます。今私は台湾の台北にいるんですが、今ですね、空港鉄道の台北駅の今ホームにおります。この後、台湾桃園国際空港の方に移動して台湾を出国しようと思います。桃園 MRT に乗ると毎回思うんですけど、すごいよね、この席の感覚が。身長250センチぐらいないと届かないですね。ということで桃園国際空港第2ターミナルに到着いたしました。それで今回なんですが、今からタイのバンコクに行きます。本当ね、2週間前ぐらいに行ったばっかなんですけど、ちょっと今回ね、仕事の関係上行くことになりまして、はい、こちらの台湾から台北からですね、バンコクの方に今から移動していきます。今回利用する航空会社ね、これもまたまだ最近乗ったばっかなんですけど、エバー航空で行きます。はい、もう特に説明することはありませんので、このままチェックインの方して、でまだ朝ごはん食べてないんでラウンジで食べたりとかして、粛々と移動していきます。先日はスターラックスに乗って、で今回セントレアから台北まではチャイナエアライン乗って、でエバー航空で今からバンコクということで、台湾の主要な航空会社全部ここ最近立て続けに乗ってますけど、まあ、全部エコノミーですけどね、はい、まあ、今回もしかしたらまたね、アップグレードというかインボラがあったらいいなと思ってますが、まあそんなうまくはいかないでしょう。とりあえずチェックインしたいと思います。エバー航空のチェックインカウンターに行きます。ということでサクッとチェックインの方を完了いたしました。残念ながら今回はですね、インボラアップグレードっていうのはなかったですね。前回みたいにプレミアムエコノミーしてくれるかなと思ったんですが、まあ、多分乗る人が今日多いんですね、きっとね。で機材もまたまたですね、トリプルセブンに変わっておりました。787-10だったんですけどね、予約した時ね。いやー、本当トリプルセブンばっかだわ俺は。で、まあ、ご覧の通りめちゃくちゃ混雑してます。はい、早速ですね、もうさっさと抜けてラウンジ行って朝ごはん食べようと思います。こんな混んでるんだね。あ、すごいね、台湾人の人もバンコクとか行くんだね。いや、めちゃくちゃ台湾人の人たち海外旅行ブーム到来してますからね。日本人ぐらいじゃないですか、全然行かないのは。ということで保安検査と出国審査終わりました。保安検査もね、混んでるんですけど手際がいいんで、台湾の人たちがね、めちゃくちゃ早く終わりました。それでは今からエバー航空のラウンジに行きます。エバー航空のラウンジ最近入ったばっかですけど、めちゃくちゃ質がいいですね。このダイヤモンドっていうね、エバー航空単体の最上級ステータスを持ってるラウンジに入ってみたいですよね。ビジネスクラスラウンジとスターゴールドのラウンジはね、内容全く一緒らしいんですよね、聞いたらね。エコノミーとビジネスで差がないと困るっていうような人はちょっとあれかもしれないですけどね、まあ、全然私はこのスターラーで入れるエバー航空のラウンジをすごく推しております。作りがね、めちゃくちゃ高級感あっていいですね。こっちにいつか入ってみたい。さすがにこの時間混んでますね。座るとこないな。朝の時間なんでお粥とか朝ごはんメニューしかないかな。まあ、以前紹介したんでね、そんなにあれなんですけど、あ、でも多少はありますかね。ちょっと見えづらい、人がいっぱいいて。あとハーゲンダッツがありますね。そうそう、ビジネスクラスラウンジではないっぽいんですよね、このハーゲンダッツも。こっちの方がいいっていう謎現象が起きてますが、食べようと思います。前回来た時ガラガラだったんですけどね、もうほんとパンパンに入ってますね。はい、で朝ごはんは今こんな感じで持ってきました。お粥となんか卵焼きとか、こうなんかまんじゅうみたいなとか、つくねみたいのがありました。であとごま団子とちょっとちっちゃいケーキと16茶とオレンジジュース持ってきました。あと1時間20分ぐらいですね。もう飯食ってちょっと休憩したらいい感じだと思います。はい、もう今回は流れ作業のようにパパパッと移動していきます。最後にハーゲンダッツだけ食べてラウンジを出たいと思います。それではラウンジを出ます。今回は C の3番ゲートですね。まだ午前中の早い時間ですけど結構混んでますね。今回は台湾に4日間ね滞在したんですけど、まあ、仕事とはいえど結構長いこといたなって感じですね。
今機材が到着しました。トリプルセブンですね。自分は本当機材運がないので乗りたいなと思って予約すると大体機材変更になるパターンですね。まあ、トリプルセブンがね嫌いってわけじゃないですけど古いじゃないですか大体ね。そうだから新しいやつ乗りたいなって気持ちがあるだけで、まあ、別に絶対嫌ってわけではありませんけど。あとは今回の座席が49の A で座席表を見たらちょうど翼の上ぐらいだったんでこの確率も結構高いんですよね。自分の場合は非常口か翼の上ばっかりですかね。あの向こうから提示されるのは自分はあんま非常口好きじゃないんですよ。あのもちろんね前後感覚あって足伸ばせるから狙って乗ってる人も大勢いるのは分かってるんですけど、あの横がね結構きつめなんですよね。自分あの幅があるんで、あと荷物を上に絶対乗せないといけないっていうのもあるんでね。そうだあんまり好んで非常口座席は取らないですね自分は。あとですねこのエバー航空の飛行機、まあ、バンコク今から行くじゃないですか。多分ねこの便が一回バンコク到着後給油してしばらくした後にですねオーストリア の, あのウィーンに行くと思うんですよね。あのイエン県で今飛んでるんですよバンコクからオーストリアまでねエバー航空が。多分そうだと思う。だから欧米人の人多いんじゃないかなって 今気づきました。その便の存在はしてたんですけどそれ乗ってみたいですね。こんなこと言うと他の人が乗るかもしれないけど。それでゲートの前の待合室に着きました。まあ、特に説明することはないんですけど、先ほども言った通り、ね、あのプレミアムエコノミーとかになったら嬉しかったな。4時間ぐらいのフライトなんでね。あとはですねバンコクに着いた後 あのイミグレーションですね。どれぐらい混んでるのか考えるだけで怖いですね。まあ、時間帯によっては空いてたりするみたいですけど、まあ、今回到着がお昼の13時頃なんでね現地時間の意外に空いてるんじゃないかなってちょっと思ってますけどね。あれ夜のとか夕方のタイミングあれはやばいですからね。ちょうど日本便が集中してる時間帯もね他の海外の便も結構来たりするんですごい混んでたりするんですけどね。多分大丈夫かなとはちょっと思ってますけどね。ということで間もなく優先搭乗が始まります。乗っていきます。それではゲートくぐりましたんで乗っていきましょう。ということで座席に着きました。今回49の A 窓側ちょ翼がかぶってますが、はい、こんな感じです。思ったよりもねあの新しいタイプのトリプルセブンかもしれない。モニターがめちゃでかくてぬるぬるのやつですね、うん、はい、USB もちゃんとあります。前回なんかすごいボロボロだったんだけどな今回まだマシかもしれない。トリプルセブン 300ER ですね。まあ、もちろんプレーコよりかはあのピッチ感覚狭いですけど拳2個半ぐらいはあるんで、まあ、全然余裕ですねLCC に比べたらはるかに広く感じますけどおそらくほぼ満席に近いと思いますんで隣にお客さん来ると思いますね、うん、まあ淡々と乗っていくだけです。早速私の真裏の席にですね4歳か5歳ぐらいの女の子と男の子が着席されました。今気づきましたけどトリプルセブンでエコノミークラスです。333なら広いんじゃないですかね。だいたい343とかな感じがしますけどなんか横幅が広く感じますね今回。違うあんま関係ないかな 300ER となんかあれで違うんですかねあの胴体の幅が。いやでも広く感じますね。皆さんちょっと飛行機マニアの人コメントください。343のパターンの時と333のパターンの時ありますよね同じトリプルセブンで。はい、出発時間は10時20分ですがちょっと遅れております。ただね今ドアがもう閉まりそうなんで、はい、間もなくドアは閉まると思うんですけどやりました。隣は多分来ないですね。かなりもうこれだったら別にプレミアムエコノミーじゃなくてもいいですね。久しぶりじゃないかなバンコクに行くフライトで隣お客さんがいないって。先日 のセントリアから台北までのチャイナエアラインは1列使いましたけど、うん、あのだいたい人気エリアのバンコク行くとかシンガポール行くとかクアラルンプール行くっていう時はもうほぼほぼ満席ですからね。エコノミーとか特に今日は
割と、まあ、ほぼ埋まってますけどね、9割ぐらい埋まってますけど、たまたま隣が来なかったのかな。ちゃんとエコノミーでもブランケットを、しかも結構分厚くて物が良さそうなやつですね、くれました。台北からスワンナプームまではだいたい3時間ちょいですね、3時間14分、4時間ぐらいかかるかと思ってましたけど、割とすぐですね。こんな感じです。ちょうど今見えてるのがジンエアの777ですね。台北にも来てるんですね。この前成田空港で見ましたけど、メニューをもらいました。今回の機内食はビーフかシーフードでした。でシーフードはヌードルで、ビーフはライスだったかな。でいつもだったらもうここ最近ずっとシーフードにしてたんですけど、今日はちょっとビーフにしてみました。開けてみました。こんな感じですね。牛肉のなんかトマトソースで煮たものかなと野菜とご飯で、これは何なんだろう、タンドリーチキンって書いてあったかなと卵サラダで、パンと見えるかな、このパンですね、とオレンジジュースで、あとフルーツですね。はい、こんな感じです。まあ想像通りの味ですかね。まあ牛肉のトマト煮って感じ。はい、美味しいですよ。全然まずいとかはないです。でこちらはね、まあ、卵サラダかな、卵サラダになんか刻んだセロリとかリンゴがなんか混ざってて、で上は鶏肉でしたね。若干ちょっとパクチーの匂いがしますね。はい、ちなみにシーフードはやっぱパスタでしたね。以前も確かエビのクリームパスタかなんか食べた記憶はありますね。パスタ率が高い気がする、エバー航空は。ということで機内食を食べた後もう爆睡しておりました。2時間ぐらい寝ましたかね。あと15分少々でスワンナプーム国際空港に着陸します。
ということでスワンナプーム国際空港到着しました。イミグレーションがどれぐらい混んでるかですね。やりました、めちゃくちゃ空いてます。それではイミグレーション受けます。ということで改めましてスワンナプーム国際空港に到着しました。無事にですね入国審査も終わって今荷物も受け取って出てきました。今回入国審査めちゃくちゃ早かった、待ち時間ゼロなんで飛行機降りてから、まあ、入国審査を受けて荷物を受け取るまで15分ぐらいかな。入国審査自体はもう5分ぐらいで飛行機降りてすぐに、そうゲートから近かったんですよね審査場が。めちゃくちゃ良かった、うん、この時間帯がいいかもしれないですね。昼間昼過ぎぐらいがやっぱ空いてるのかな。夜はもう夜とか夕方やばいもんね。めちゃくちゃ当たりの時間でしたね。あとエバー航空荷物出てくるのも超早かったです。プライオリティタグついてるっていうのもあるんですけど、それでも早かったかなと思いました。台北からね3時間ちょっとであっという間にスワンナプームに来れるんでいいですね、便利ですね本当飛行機っていうのはね、はい、とりあえず今から空港鉄道と BTS 乗り継いでオンヌットという場所に行きます。でそちらのね今回ホテルじゃなくて久しぶりにAirbnb 民泊ですね。もしかしたらこの動画をご覧の皆さんでねAirbnb 知らない人いるかもしれないんで説明しておきますと、まあ、皆さんがね普段住んでる家とか持ってるマンションとかコンドミニアムをですね空き部屋がある場合は宿泊所として提供してて、それをいくらかで安くですね一般の人でも宿泊できるっていうサービスなんですけど、いわゆる民泊ってやつですね。で今回その今言ったオンヌットのね BTS の駅の近くのコンドミニアム結構新しめだったんですけど、そこを格安で、はい、一泊提供しておりましたので そちらに今からね向かおうと思います。それでは今から空港を出ます。空港鉄道の乗り場はターミナルの一番下になります。それでは乗っていきたいと思います。それでパヤタ駅に到着いたしました。プラカノン駅の次のオンヌット駅ですね。ここで降ります。結構ローカルの人たちがね住んでるエリアですよね。日本人の駐在の人もまあまあいると思いますけど、有名なのは TJ さんですね。 TJ さんが住んでると、今住んでるのか分かんないけど、はい、それで BTS のオンヌット駅に到着しました。このねオンヌット駅めちゃくちゃいいんですよね。立地がこっち側が大きなショッピングモールと直結してるんですよ。で逆サイドがロータスっていう大きなねスーパーマーケット、まあ、下にレストランとかココイチとか、まあ、マックも何でもあるような、そうだからもう駅直結で超便利なこっちに住むような人たちに愛される場所ですよね。で今回この駅の近くのコンドミニアムを借りましたんで、こちらに今からですね持ち主の人と合流したいと思います。それで B&B のオーナーさんとね今合流して部屋に入ったんですけど、めちゃくちゃいいね、こんな広い、もちろん家具付きでソファーもあるしベッドもあるし、ちゃんとベッドサイドにコンセントも用意してくれてるし、景色がめちゃくちゃいいね。はい、まあ、あれは BTS スクンビット線ですね。で下がねスーパーマーケットにもなってたし、テレビも Wi-Fi もバッチリあるし、冷蔵庫もあります。多分何も入ってないよね。はい、で IH コンスコンロと、まあ、あとは洗濯機とベランダもあるし、でこっちがトイレ、シャワールームね、こっちがトイレですね、はい、まあ、めちゃくちゃ広いわけじゃないけどもう十分って感じですね。住めるレベル、まあ、もちろん住むために建てられてるコンドミニアムですけど、うん、十分です。はい、今回ねこれで1泊4000円でした。朝食とかはないですけど、一応プールもジムもあるし、まあ、交通の便がめちゃくちゃいい、うん、なんでここでちょっと活動拠点にしてしばらく滞在しようと思います。オンヌットなんでねちょっと遠いんですけど、アソークとかアナナのエリアに比べ行こうと思うとね、でも BTS でほんと10分ぐらいなんで
全然ありかなと思います。ということで、まあ、今回の動画は台湾桃園空港から、ね、エバー航空を利用してまたまたつい最近来たばかりですけどバンコクに来てちょっとしばらく滞在しようと、はい、思いますので、バンコク滞在の様子は、ね、また別の動画で、今回それメインで来てるので、ちょっとリアルタイムに順番がくしゃくしゃになるかもしれませんけど出していこうと思いますけど、はい、そんな感じで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。